国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様こんにちは、えー、本日は配信作品誰かの花から奥田雄介監督をお迎えしております奥田監督にお話を伺ってまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最初にお伺いしたいのはやはり、はい、この物語を思いつかれた着想のきっかけからお伺いできますでしょうかはいそうですねこの作品 はですね、あの、まあ、ちょっと明るい話ではないんですけども、うんえー、私の身内を交通事故でなくしてしまったというところがまず最初にありまして、まあ、のもともとはあの今回の企画はあのミニシアターのジャックベティーさんというあの映画館さんからお話をいただいたんですけどもあのまた別の作品をこう書いてる中でその事故がありましてでそこからもうちょっと全くあの一行も一文字も書けないという時期が ありました。で、でもやっぱりその当時は全然感じられなかったんですけども、やっぱりこう今になって思えるのが、時間ってやっぱり薬になるなというふうに思っていて、出来事からこう時間が経っていくと、だんだんとその出来事に対してこう客観的に見れるようになるというか、あの距離を置けるようになって、で、その時にすごく感じたのが、あの、ま、被害者遺族だったので、被害者遺族は次に、 被害者か加害者かもう一度なるって言った時に、加害者になるっていうことの方が怖いなっていうふうに思ったんですね。被害者遺族っていうことでの気持ち、心の置きどころっていうのはなんとなくこう時間をかけて見えてきたんですけども、その中で次に加害者になってしまったらっていうふうに考えた時に、心の置きどころがわからないなと思いまして、なんかそこでこう垣間見える人間らしいずるさとか葛藤っていうものが映画として描けたらいいなと思って、 あのまずそこからスタートした作品ですね、うん。そういったご経験をされたということで、はい、映画に出てくるまあ、高木ですとか、はい、彼らと同じような辛いプロセスを監督も経ってこられた、はいはい、それをまた映画で生きることで監督の辛い記憶が蘇って辛くなるというようなことはなかったですか。はいはいはい、そうですね。まあ正直やっぱり脚本の時から、うん、まあ撮影にかけてすごくあった でもやっぱりこう脚本のもうほぼ出来上がったぐらいの段階から主演の加藤慎介さんともう何十時間もあのコミュニケーションを取らせていただいて、はい、だんだんとやっぱりその作品と自分の出来事っていうことからやっぱり距離が距離を置けてきたので、うん、まあそういった意味ではこう撮影現場でも加藤慎介さんっていう人に託しながらこの話を取っていけたのは本当に助かったなというところですね。うん 今日本のねインディペンデントの作品で多く活躍されている加藤俊介さんはとても印象的な演技を見せて下さってますが、はい、加藤さんとの出会いとお願いしようと思った理由などをお聞かせいただけますかはい、はい、そうですねあの今回の作品は長編2作目でしてで1作目の「世界を変えなかった不確かな罪」という映画の上映の時に加藤さんがお客さんとして来てくださって。 そこでまあ、あの、ご挨拶程度だったんですけども、それから何度かこう、お食事に行く機会がありまして、僕もその演出が何かとか、監督論とかあんまりわかんないんですけども、<laughs> でもその中で大事にしてるのは、コミュニケーションの質と量っていうものを大事にしてまして、うんで、そこでいかにこう、共通言語を作って、あの、まあ言い方はあれですけども、共犯関係でこう、映画が撮れるか、うん、っていうことを大事にしているので、 加藤さんもそ,そこをものすごく大事にしている俳優さんなんじゃないかな、うん、ということに思いまして、でまあ、脚本もずっと,、えー、と3年ぐらいかけて書いた本だったので、後半はもう加藤さんを思い浮かべながら書いて仕上げたという感じですね、うんうん、加藤さんはやはり、その高明の心情を理解するには、時間がかかかったた感じでしたか、はいうん、受け身なことが多い主人公なので、はいはい、映画としては描き方がものすごく難しかったりするので、それをやはり加藤さん とコミュニケーション取る中で加藤さん自身が僕の多分言葉からいろんなことを拾ってくださってまあ本当にと書きでは歩いているっていうところだけでもその,あの歩く速さとかで家族へのあの愛情だったりそういうところが少しこう出てくるようにというかうん、うん、そういうところで主人公高明っていうものを組み立てていただいてたのでうん、うん、とても感謝してますうん、うん、なるほど彼もヘルパーの方に責、はい、められますけれども、はい でも、父親をかばう行動は、じゃあそんなに悪いかって言ったら、私はそんなに悪くは見えなかったんですよね。はい、そこはとても微妙なところだと思うんですけれども、そこは白黒じゃないんだっていうところは、監督も少し描く中では重要視されてたでしょうか。はい 僕が映画を撮る中でのテーマというよりかは土台に近いんですけども、はい、善意から生まれた悲劇とその先の救いうん、うん、良かれと思ってやったことが、うん、誰かを思ってやったことが悲劇にあの、まあ、事故だったり事件だったりにつながってしまって、はい、その先にじゃあこうどこに救いがあるのかっていうものを僕は映画を通してみたいなと思っていてうん、うん、なのでなんかそ,それをこう体現するにはこう誰が悪い誰がいいっていうのはなるべくこうどっち側にも立たないように気をつけて。はい で今はそれこそあの一人一台スマホ持っていて何かこうなんか引っかかったこととかを検索すればすぐこう答えのようなものがこう出てきてうん、うん、白黒ってこうつけやすくなったなっていうふうに僕は思っていてでもその間にはきちんとグレーっていうものがあってうん、うん、でそこにこう身を置くっていうことを加藤さんと一緒に目指しながらそこはすごく撮影でも気をつけました。 本当に素晴らしいと思ったんですけれどもあの場ではやはり加害者はもう、まあ、絶対悪という存在で皆さん語るわけですけれどもそれだけじゃないんだよっていう表現をするのはとても難しかったんではないですかやっぱりあの場ってすごく難しくてその描き方も本当に気をつけましたし、はいえー、僕自身もああいったところに通って、うん、あの参加者としても行きましたし取材としても行かせてもらったんですけども、うん、目的は一緒なんですよね。そのうん 立ち直るためとかその個人を忘れないためとかいろいろあるんですけどもでもその寄りかかり具合が違うなっていうふうに感じたのもあってあのシーンは実はその一般の主婦の方とか、はい、あの舞台の役者さんとか<ー>映像の女優さんとか、はい、すごくこうあえてバラバラに、はい、一般の方もいらっしゃるんですか なのでその寄りかかり具合のアンバランスさだけど柱は一緒みたいなそういうのが描けたらいいなと思ってそういったあえてバラバラの方を選んで情報量もあえてバラバラにしてお一人には脚本を読んでもらって全部読んでもらってお一人にはその一部分だけ読んでもらってお一人には全く読んでもらわないでみたいなことをしてどっちかというとリハーサルというよりかはワークショップみたいな。 交通事故に関してのお話を丸一日その人たちとお話をしてでもう3週間後の撮影であの5分間あのカメラの前で喋ってくださいっていう、うん、もう僕からは NG を出さないっていうような形でシーンを撮影したのでもう本当に独特な緊張感で <laughs>、はい、あのやらせていたただきましたね彼らが話している内容は本当にあったことを監督が取材で集められたっていう感じですか いつ誰を亡くしたかっていうことだけ<ー>その2つだけを、はい、えとお伝えをして、えー、じゃあ3週間後カメラの前で話してくださいっていうことで<あ>なのでもう僕が用意したものではなくてあ,あそうですか、はい、半年前に家族を亡くした人と、はい、やっぱり5年前だとやっぱり話すことも違ってくると思いますし、えー、熱量も違うと思いますし、えー、その中でもじゃあ犯人をこう さっっっきおしゃたような恨んでるけれどもんかその話したにこにちょっとした表情でそのむなしさとかももう本当にあそこに出演してくださった方々から出てきたものなのでそういったものを取りりこぼさななないように気をつけがらましたるほど団地自体が個性的でもあると思うんですけれどもこの作品横浜地域で撮影されたということなんですがどういう地域だっていうことを ご紹介いただけますか僕自身が横浜生まれ横浜育ちなんですけども観光客が多いというようなイメージでこう海がやっぱりあ<ー>あの魅力的でそこにこう遊園地だったりとかあの中華街もありますし、うん、観光の方が来やすいところではあるんですけども、うんうん、でもその裏側にそこに住んでる人たちもいるっていうのがあの僕はすごく感じていたので、まあ、横浜っていうその観光地っぽく見えるところの中で、うん、あの人が住まう。 横浜、地味な横浜があるので、うんはい、そこで撮ってみたいなっていうのは、うん、そこを描きたいなっていうのがあったので、うん、あの今回は団地っていうまたその中でもちょっと地味な <laughs> でその今の,その日本をちょっと象徴するようなその高,高齢化社会だったりとか、うん、あとはやっぱりその僕も団地で育ってきてもうどこにいても見られてる感じがするんですよ、ね。あ いいううののががあああって団地とプライバシーがあまりないような,ないような、はいまあ、ご近所付き合いもありますけども、えー、やっぱりそのベランダ側がずっこっち向いてて、えー、でこ,こっちの面もこっち向いててみたいな結構あるのでどこにいてもなんか誰かに見られてるような感じがあるのでなんかそこの雰囲気もこう映画の中で見せられたらなと思いまして植木鉢が頭に当たったっていう設定がまた非常に独特だと思うんですけれども、はい、これはどのようにして 団地でずっと育ってきたので、はい、あの、やっぱりこう団地を歩いてると、えー、あの家危ないなとかっていうのが結構やっぱりあったりするんです,よ、ね、すか 確か去年東京国際映画祭で上映したちょうどその日の朝のニュースでも工事現場から物が落ちて人に当たっちゃったっていうのがあってやっぱそういう事故って結構起きているのでそういうところに目を向けるっていうことも僕はしていきたいなと思ってその団地で住んでるその恐怖感からっっとか生ままれたのな思てす植木鉢が落ちてくるっていう落下ですね。例えばエレベーータの上下がすごく重要だったりとか してる大人の上から子供が眺めるとか、うん、逆立ちもそうですね。はい、そういった上と下っていうようなのが一つ演出上のキーとして含まれてたんじゃないかなと思うんです。けれども、おっしゃる通りです <laughs> <laughs>、はい。カメラマンともこう話して目線と視点みたいなことをやっぱりい目線と視点。このシーンは誰のシーンなのかっていう。そのまあ、もちろん高槻があの柱ではあるんですけども。子役の蒼タのシーンもあったり。とかして、うん、そういった時にはあのカメラを子役の目線に合わせて。 取ったりとかしていてい例えば葬儀のシーンでは子供は座ってるんですけど、はい、上の目線になるうん、うん、でそういったことって一瞬でこう目線とか視点が変わってくると見え方もやっぱり変わってくるので今回大きく言うとそのやっぱり正義対悪の話ではなくて、うん、それぞれの正義の 話っていう部分もあるので、そういった意味ではこうこっち側に行くと悪にも見えちゃうし、うんうん、こっち側に行くと正義にも見えるしっていうようなことがそういったポイ演説のポイントで見えたらいいなと思って、うんうん、そういった、はい、ところを気をつけました。子役の彼も素晴らしかったんですけれども、ど、はいはい、どのようにして巡り合ったんでしょう。子役の演出に僕は慣れてなくて、あ<ー>で彼だけこうオーディションをあの役をやらせてもらったんですけども、はいえー、オーディションの中にまあ。 たたくくささんんの子がが来てくださったんですが、うん、あのその中でその子のこうなんだろうな感受性だったり <laughs> そういったことがあのどういったところにアンテナを張るのかっていうのを見たくて「はい、であの好き」っていう感情を、えー、と言葉を使ってやってください言葉を使わないでやってください<あ>っていうパターンと「はい、嫌い」っていう感情を言葉を使って使わないでっていう、はい、その4パターンをやっていただいたんですけども、はい、やっぱりこうみんなその場でやるので <laughs>。 大大好きとかうん、うん、大嫌いだけになっっちゃったんれはもう僕のお題の出し方が悪かったなと思いながら<ー>もしかしたら今日はもうこれ以上は出てこないかもしれないと思ってた時に大樽瀬君が出てきまして「うんうん、で好き」っていう感情をじゃあ言葉で使ってやってください言葉を使ってやってくださいって言った時に5秒ぐらい黙って「別に好きじゃないし」って言ってこう去ってったんですね。 な、なんだこの感覚はと思って <laughs>。で、まあちょっとあの、新型コロナウイルスがこう流行り始めてた時だったので、こういうふうにちょっと距離を置いて、二人一組でオーディションをしてたんですけども、もう一人の子がこう、前で演じた後に、緊張しちゃって、すぐなんか、椅子を隣に持ってきて、隣に座っちゃったんですね。はい、で、あ、注意しようかなと思ったんですけどつ、つ次、すぐに、あの、すぐに大田くんだったので、大田くんに演じてもらって、 したら太田君がそっちにていうなんかこう人を傷つけないで、うん、そのしかもそれに気づいているその視野の広さとか、はい、その感覚がものすごくいいなっていうのもありましてさっきの,あの視点と目線じゃないんですけどもんかこう高脇以外にもう一つそこの視点と目線のポイントになるキャラクターになるんじゃないかなと思いまして。はいうんうん にとても印象的なのはやはりあのお父さんが認知症ということなんですけれども、はい、これは単なる高齢化社会を描こうとしたわけではなくて、はい、忘れたいこと事件を忘れて前に進むことあるいは忘れたくないことの帰結として一つ認知症という忘れてしまうことっていうのは出てきますよね。監督ととしては認知症という お父さんを据えたことの意味、はいうん、どのように解説していただけるでしょうか、はい、そのちょうど僕の,その身内の事故っていう時にその僕の叔父の認知症の介護が重なってしまってそこがすごく大変だったっていうのはあったんですけどもうん、うん、その時にすごくなんか嫌な記憶としてそれを思い出してしまう自分がいたんですねそ,<う>そのおじの介護をしてる時 割とちゃんとしてんなとかって思っても、急に屋根の修理しなきゃなとかって言い出して、うん、それいつの話みたいな、うん、だったりとかするんですけども、今振り返ると、その、僕自身が認知症とそうでない人っていうところに線引きをしすぎていたなっていうふうに、ちょっと反省点としてありまして、うん、あの、人ってこう、まあ僕の性格上かもしれないんですけど、覚えることよりも忘れることの方が難しいんですね。 でなので、忘れられることっていうのも一つ魅力だったりとか、忘れることの良さっていうこともあるんじゃないかなと思っていて、なんかそれがこう、今回その多分認知症っていうものとつながってきて、電話のシーンとかがそうなんですけども、はい、忘れることができたというか、その認知症だからこそ、記憶の境目がなくなっている人だからこそ、ああいった電話ができるんじゃないかなとか、うんうん、それが家族にとって救いになれば、うん いいなと思ってポジティブな描き方がどこかでできないかなと思ってあの電話のシーンはまさにクライマックスでもあるんですけれども、はい、素晴らしいなと思いましたし皆さん、はい、3人の演技がもう本当に素晴らしいですね、はい、あのシーンの加藤さんの撮影時のエピソードなどもしありましたら <laughs> 撮影前からちょっとあの美術だったりなんか部屋のことで結構ごたごたしてしまって<う>吉井和子さんが、はい、あの。 まあ普段からこう現場でもすごく温かくこの若いスタッフがやりやすいようにというふうにやってくださるんですけども、そのシーンの前だけ少しこう、吉幸さんがもう早く撮りましょうよっていうようなアプローチを最終日で初めてされたんですね。どうしてですか怒ってるとかそういったことではなくて、あの、脚本の段階からいろんなお話をさせていただいた中で、吉幸さんがやっぱりここは監督が一番大事にしてるシーンだから、多分吉幸さんもこうアウトプットをして、 なんかよりこう高めていくための時間を作ろうよっていった意味で言ってくださったので、<ー>なのでその、その意味が、吉行さんがもちろんあの説明、そういうふうに説明をしてくださったわけではなかったんですけども、裁判、うん、の話をする、あのお芝居を見た時に、もう加藤さんもおっしゃってたんですけども、部屋の形が変わるぐらい吸引力があって、素晴らしいお芝居をされたことでもうみんながこうな、うん、納得というか、はい、そういう意味だったんだっていうようなことを、うんうんうん 改めて感じさせていただいたのでそこはすごく感謝してますしでそれをやっぱり受けてあの加藤さんも,もうそ,のその時点で裁判の話の時点でもう泣きそうになっちゃってたらしいんですけどもでもやっぱりあのリモコンを持った時のこう、うん、両親がいる照れくささもあるけども、はい、でもなんかこう天気の話とかこう、うん、くだらない話をしている中で急にこうふっと涙が出てしまうっていうことを加藤さん、うん、粘ってアプローチをしてくださって。えー あのす本当にそれですごくいいシーンになったなというふうに思ってますね。監督もやっぱり現場でちょっと緊張された。緊張しましたね <laughs> <laughs>、はい。一発で撮れたんですか。何回かやったんですか。あれはですね、三三回ぐらいありましたね。<laughs> <laughs> そうですか。<laughs> はい、役者さんはすごいですね。あれを三回やるというのは本当に申し訳ないことに三回やったんですけど、はい、ワンテイク目を使わせていただきます。ワンテイク目を使いたま <laughs>、はい、<laughs> なるほど。なるほど。<laughs> はい 役者の皆さんと監督は普段どのように接してあのような演技を引き出されているかちょっと心がけていることとかありましたら教えていただけますか、はい、私はあまりリハーサルをこう多くやらないんですよね。<ー>リハーサルをやってお芝居を固めることよりもこうコミュニケーションをとってその監督とだったり出演者と共通言語をいかに作れるかということを意識していましてうん、うん、でなので今回の、えー、とリハーサルのような時間でも、はい、あの和田美沙さんお母さんと あの子役の大樽瀬く君、うん、で、あの、2人、二人でレシピを考えてもらって、2人でスーパーに行ってもらって、2人でカレーを作ってもらって、それをみんなで食べたりとか、<laughs> 加藤慎介さんと吉行和子さん、高橋潮位さんのあの親子っていうのも、あの、リハーサルというよりかは、もうあの、実際に撮影をする、あの、家をお借りして、じゃあ、お兄ちゃんが生きてた時はどこの椅子に座ってたんだろうねとか、<laughs> やっぱりあの、家の中にいろいろいっぱい食器があるので、じゃあ、この箸は、 あの誰が買ってきたんだろうとか誰のなんだろうとかそういった話を重ねることで、うん、本当に共通言語を作ってじゃあ、吉しさんがこ,この家にいるんだったらこういう感じだなっていうのを加藤さんがアプローチしてくれたりとか、うん、っていうような形で作っていきました本日は本当に素敵なお話、はい、ありがとうございました。